今回の話題は大谷翔平選手が開幕戦で投じた変化球に世界が騒然、極悪非道だ、海外の反応ということについて紹介します。2021年にはリーグ MVP を受賞、2022年は MVP こそ逃したものの15勝&34本塁打をマークし、規定打席規定投球回ダブル達成など数々の新記録を達成。 WBC では二刀流で大活躍し、侍ジャパン優勝、そして個人として MVP を獲得と、まさに野球漫画の主人公のようなキャリアを歩み続けている大谷翔平選手。そんな大谷翔平選手の今シーズンがついに開幕しました。今日31日敵地で行われたアスレチックスとの開幕戦に3番投手兼 DH で投打同時出場した大谷翔平選手。投手としては最速約162キロを投じ、6回2安打無失点、毎回の10奪三振を奪い、1対0とエンゼルス1点リードの場面で勝利投手の権利を持って降板しました。打者としては第2打席で今季初安打を放ち、3打数1安打1四球を記録し、投打で大活躍しました。しかしチームとしては8回に逆転され1対2で敗戦。大谷翔平選手の今季初勝利とはなりませんでした。この大谷翔平選手の今季開幕戦でのアクセル全開の大活躍に対しては海外からは称賛の声が相次いでいますが、結果的にはエンゼルスは逆転負けを喫したことに、エンゼルスファンからはチームへ怒りと悲しみの声が寄せられています。また今日の大谷翔平選手が開幕投手としては史上26回目の2桁奪三振&無失点を達成したが、2桁奪三振&無失点を達成した開幕投手側のチームが負けたのは史上初というメジャー新記録を樹立したことも話題になりました。このように良くも悪くも大きな話題となったエンゼルスの開幕戦、そして大谷翔平選手の回答ですが、この試合で大谷翔平選手が投じた変化球が大きな話題となっているのをご存知でしょうか。その変化球は2回西で対戦したラモン・ラウレア選手への6球目、2ストライクと追い込んでから投じたのは右打者の外角に横滑りするように変化する85マイル約137キロのスイーパー、日本で言えばスライダーで空振り三振に取りました。なおこの横滑りは22インチ約56センチも平行移動したと報道されており、これがどれくらいすごいのかというと、昨シーズン大谷翔平選手が86マイル約 138.4キロ、水平方向に18インチ約 45.7センチ変化したスイーパーを投じた時には試合中にフリスビーを投げたと大騒ぎになっていたのです。試合中にフリスビーを投げたとされた18インチ約 45.7 センチ変化する球から22インチ約56センチとより横滑りする球だったのです。この変化球に海外メディアや指揮者からも衝撃の声が上がっており、 MLB 公式ツイッター翔平のスライダーと目をハートにさせた絵文字をつけて投稿。ピッチング忍者の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏、翔平大谷のフリスビーみたいなスイーパー、22インチ約56センチも平行移動したと投稿すると、この投稿を引用する形で様々なメディアが取り上げます。例えば米スポーツメディアスポーティングニュース公式ツイッター、翔平大谷は魔法使いだ、この球は22インチ約56センチの横変化えぐいと絵文字をつけて投稿。米局WSFA 12ニュースのジャマル・ケネディ記者、実に非常識なボールだと変化量の大きさに驚きを隠せない様子なのです。それではここから大谷翔平選手が投じたこの変化球に対する海外の反応を紹介します。これは良くない、もはや暴力だ、これは翔平は極悪非道だ、何が起きているんだ、常軌を逸してるよ、これが現実とは思えない、またも恐ろしいボールを投げ込んで三振を奪う、翔平大谷に常識は通用しない、やばいな、信じられないよ、すごすぎ、なんてこった、なんだこのゲームみたいな球は、この男が桁外れなことをするのをルール違反とし、同時に殿堂入りさせることはできないか、彼はエイリアンだ、この男にできることには驚かされるよ。
普通の人間とは違う。打者なすすべなし。しかもただのフリスビーではない、強風のフリスビーだといった声が寄せられ、大きな衝撃を世界中の野球ファンに与えているのです。さて、メジャー6年目の2023シーズン終了後にフリーエージェントとなる大谷翔平選手には、シーズン前からチーム首脳陣やチームメイトから残留ラブコールが送られている中、大谷翔平選手は今季のエンゼルスでのプレーに集中している、 FA のことよりエンゼルスで優勝リングが欲しいと、現在の目標として今季エンゼルスでの優勝を強く狙っているようです。今日は大谷翔平選手が6回2安打無失点と回答するも、チームは逆転負けしてしまいましたが、まだ1試合だけです。今年こそエンゼルスがプレーオフ進出なるか、大谷翔平選手は世界にどんな衝撃を与えてくれるのか、移籍はどうなるのか、楽しみに応援したいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。